6月6日月曜日、今日の天気は雨。日本放送、飯田浩、OK、工事の OK、コージーアップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、もうね、未明からずっと昨日から雨は降り続いているという感じであります。はい、もうね、あの場所によってはちょっと激しく降っているようなところもレーダー見るとありますが、今日は1日雨の予報とはい、そうなんです。特に沿岸部を中心に 激しく降る地域もあるようですので、うん、まあしっかりとした傘を持ちになってください、うん、そして気温が昨日と比べると大幅に下がるんですよね予想最高気温東京都心で18度ということで、はい、まあ現在日本放送屋上の時計16.3度ですから<ー>ほとんど気温がもう朝から上がらないという一日になりそうですいやー昨日あたりと比べると10度近く下がるぞってことだからね <laughs> そう8度ぐらいですか、うんね、身構えていかないとなというね,ね<ー>、えー、まあ急もんで 調節していこうという感じですが、これどうなの？梅雨入りは？はい、あ、梅雨入りがですね、うん、あの関東甲信平年ですと明日七日頃なんですが、先ほどですね日本気象協会の方に確認したところ、うんえー、関東甲信の梅雨入りは十二日頃の見込みということでしたね。あ、そうなんだ。はい、なんかこれから先ずっとね傘マークが続いてるから、これでも梅雨入りしちゃうのかねなんて漠然と思ってたら、そうなんだね。ちょっとですね週間予報を見てみますと金曜日 日差しが出てきそうでして、まあそれを過ぎて十二日頃から梅雨入りなのではないかという予報に今のところはなっていますね。まあ梅雨の走りと言えるかもしれないですね。今のお天気は。なるほどね。うん、まあまあちょっとね着るもんで調整しつつ今日は傘が手放せない一日になりそうだという感じです。でまああの雨になるとね道が混んだりとかいろいろあるんですけれども、先週ね、うん、先週末金曜日にちょっとあの私母校に呼ばれてですね。<ー> 国立大学に、あの、ひょんなことから学長さんと知り合うことができてですね、で、はい、ちょっとあの、いろいろ、あの、国大も頑張ってるからさ、後輩もちょっと盛り上げてよっていうのが、<laughs> まあザクバラにお話を聞きに行くっていうようなところで、あの、いろいろ、まあね、あの、イノベーションについての話とか、まずく語ってもらったんですけども、梅原さんってね、あの、シュッとした、こう、かっこいい学長なんだけど、すげえ細いな、細いなと思いながら、私、あの、ウエ,ウエストを見てですね、自分のハブぐらいしかないんじゃないかと、そこばっかり気になっちゃったんけど <laughs>、えー、ですよ。いろ,いろね、あの、 イノベーションについての話とかも。 それこそ今、あの、国立大学といっても、国費が投入されてるのは大体、あの、大学の運営の半分ぐらいで、えー、残りの部分は、まあ、もちろんね、その学費をいただいてそれをこう活用したりであるとか、えー、あるいは企業とのコラボレーションとか、えー、イノベーションの話とかで何とか稼がな,なきゃいけないんだよ、みたいなね、え、話を聞いて、で、まあ、その中には、あの、前にもお話しした台風についての研究のね、センターがあったりだとか、まあ、あのー、それだけじゃなくてね、それ以外にもいろいろ、こう、おまあ、 医学部はないんですけれども、こう、創薬関係のところで、えー、なんか、鎌倉市に今、大きなイノベーションの、おセンターみたいなのが作りつつあるということで、で、そこと組んで、え、え元々、あの、武田薬品の大きな大きな研究所があったところが、今、イノベーションセンターになってて、そこにも、お国大も一枚かんでやってんだ、とかね。あと、お羽田空港の、おー、川挟んだ反対側に、はい、キングスカイフロントっていう、これは川崎市だとか、神奈川県がやってる、あのー、イノベーション施設があるんだけど、そこにも、こう、 あのあそこキングスカイフロントにはあの川崎市の衛生関係の研究センターがあってあの私もコロナとそれからあのヒトパピロマウイルス HPV ワクチンの話で岡部先生にはい、ね、内閣さんもやってる、えーえー、お話伺いに行きましたけれども確かにね、えー、ものすごく綺麗なこな研究施設がずわっとこう並んでて、ねえー、あここも面白そうだなといろいろやってたんですけどこういう雨が降るじゃないですか。で あのー。 昔だったら、もう、山のふもとからですね、えー、横浜国大って、ほどがやの山の上の方にあるんで、えー、傘差しながら、えっちらおっちら山上がんなきゃなんなかったんですよ。<ー>で、はい、あの、最寄りまで確かにバスも走ってたんだけど、えー、バスも正門の前で降ろされてしまうので、そっからですね、キャンパスの中をえっちらおっちら歩かなきゃならなかった。<ー>でしかも、この横国のキャンパスってのが昔、ほどがやカントリーっていう、う有名なゴルフコースだったところなんで、<ー>無駄に起伏が激しいんだよ。えじゃあ水ががここう自分のところをめがけて 流れてくるような感じですか上か上ら下にいやまあそうだね確かにね、うん、あんまり激しい雨だと本当 <laughs> あの滝登りみたいな恋の滝登りみたいなことをやらなきゃなんないっていうですね <laughs> そんなに出世しりいいんだけどねっていう感じだったんですけどいやちょっと <laughs> <laughs> あの本、ー、当ね厳しかったんですけど、はい、そしたら、あのー、キャンパス本当に久しぶりに20年ぶりぐらいに行ったんだけど20年ぶりそうバス停があるのよ「何で、はい、すかこれ?」って言ったらいや最近は路線バスが中まで入ってくるようになったんですよって言って、えー マジっすかって。で、それだけじゃなくって、こうやって雨が降るじゃないですか。はい、雨の日はいいださ。雨の日、増発するんです、なんつって。増えるんですね。そう。<ー>普段歩いてるやつが、雨の日はバスに乗りたいっていう人が出てきて、で、そうすると普段乗ってる人たちが乗れなくなっちゃったりなんかするから、雨の日は増発するんです、なんつって。多分ね、降水確率が翌日何パーセント以上みたいな日は、 増発するんだ、みたいなね、まあ。だいぶ便利ですね。いやー、変わるもんだなと思ってね。<laughs> やっぱ20年の年月ってたいそんなものを感じるなというふうに思いました。まあ、あの、いろいろね、あの、取り組みをやってるそうなんで、それもちょっと今後,今後教えてもらおうかなというふうにも思っております。まあ、あとりあえず今日は、えー、おそらくは増発されると思いますけれども、学生諸君、遅刻はしないように。あれ、板さん遅刻はどうだったんですか学生時代。遅刻はしてないよ。遅刻するぐらいだったら行かなかったもん。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。6時半頃からご登場。まずは昨日朝の北朝鮮の弾道ミサイルの連続発射について取り上げてまいります。そして6時50分頃からのニュース、7時またぎ。岸田総理大臣が NATO 首脳会議への出席検討 というニュースが入ってきました、えー、軍事侵略100日が過ぎたウクライナ情勢について掘り下げてまいりますそしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ夏の参議院選挙、えー、自民党の茂木幹事長が6月22日公議7月10日投開票というものをスケジュール明言をしております それから、天安門事件6月4日33年を迎えました。そしてスクープアップのゾーンでは、アメリカの5月の雇用統計、そしてアメリカ経済、世界経済というところもお話しいただこうと思っております。メール、ツイッター、こちらです。 メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドット o ムツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で三人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。えまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも 応募ができますのでぜひご利用くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしています さて、気になるニュース、様々入ってきております。まずは、スタジオ長官各紙が入ってきてますんでね、それをご紹介してまいりましょう。週明けということでありますんで、まあ、各紙、紙面はバラバラというところですが、読売と、それから、産経新聞は昨日のですね、北朝鮮の弾道ミサイル発射について、読売新聞、北弾道ミサイル8発、EEZ、排他的経済水域の外にと、最多の連続 発射、えー、産経新聞北短距離弾を連射複数地点,地点からほぼ同時に発発かと、えー、いうことが出ておりますまあ、このあたりこの後大須田信一郎さんとねまた深めていこうと思っております えー、それからですね、朝日新聞の一面トップですが、はブサツ2、砂に生命の源、えー、20種以上のアミノ酸、えー、小惑星リュウグウ、地球外で初確認と、いうことで、あのー、リュウグウというね、小惑星から、えー、その、かけらというか砂をですね、持って帰ってきた、えー、はブサツ2、えー、このね、資料が様々に解析を続けられていると。だから2月あたりにはですね、46億 200年前の隕石と同じような形してるからこれ相当いろんなものがわかるんじゃないかみたいなところまで出てきていましたけれどもその中からアミノ酸だとかが発見されたということがですねこれ朝日独自だと思いますけれども一面トップで出ておりますまこれあのタンパク質の材料になる かどうかと、おいうところ、生命の、ね、源かもしれないと、いうことになると、えー、この、地球、あるいは我々が一体どこから来たのかみたいなことも含めてね、えー、いろいろ、分析が進むことになるのか、ちょっとワクワクするようなね、えー、ニュースであります。 それから気になるニュースということでですね、これは週末に即応が入ってこれまず産経が独自で打ってましたけれども台湾に現役防衛省職員派遣へ今年夏にも常駐情報収集強化ということが出てまいりました、ま。あ 台湾に関してはね、えー、その、じゃどういうこう立場で活かすのかというのが、特に、え政府から人を活かすということになると、非常にこう問題になってくると。まあ、あの、実情で大使館にあたる、えところは、あの、施設としてすでにあるわけでありますが、え、これですね、一応交流協会と。 えー、日本台湾交流協会の台北事務所というところが実情の大使、えー、館業務を担っていて、で、えー、常駐する、駐在する、ね、職員の方々っていうのは、えー 一旦現地の台北事務所というか台湾協会に派遣されると、出向する形にして民間人の扱いで行くということになっていて、で、実際はあの外務省だとか経産省だとか警察あるいは解放も人出してるんですが、えー、防衛省に関しては、あ,あの、駐在部官、まあ、あのい、いわゆるですね、えー 武官とは、まあ、あの、日本の場合ことなるんですけども、一応防,防衛駐在官という形に相当する、安全保障担当主任という方がいて、ただ、あの、現役ではなくてですね、退職した、あの、自衛官の方を派遣してきたという歴史があるんですが、ただ、まあ、あの、そうすると、こう、情報の取り扱い等々いろいろね、えー、制約があるということで、まあ、できることならば現役を派遣したいということがあるんですけれども、今回は、まあ、あの、制服組ではなく、背広組の方から出すんだと、 いうことが記事としては書かれておりますまあ、今後そ,そのあたりもえ詰めるのかもしれませんけれどもでも確かにここの部分の え、詰めというかですね、非常にこう大事になってくると、何と言っても台湾と、え、日本の与那国島は110キロしか離れていないと。もし、何か有事があった場合には、じゃあ日本人をどう逃がすかというところ、プラス、え、ひょっとすると船などなどで、え、日本に避難してくる方だって出てくるかもしれないと、そう、え、で、しかも、おまあ、台湾、そして南西諸島一体となってオペレーションを行うということを考えると、この辺の調整というものは、え、現場できちっとやらなきゃならないと、え、いうこと、まあ、 そこのの部分のパイプが今細いんだっていうのは沖縄に行っていろんな安全保障関係の人に話を聞いてもやっぱり危惧するところでもあったんで、まあ、一つの前進のニュースではあるんだろうなと思い取り上げましたここが気になるでした。 この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです,お,す、はい、おはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますお願いします,、はい、しますさあまずこの時間は北朝鮮についてであります読売産経今日一面トップですが、えー、昨日朝またも弾道ミサイルの発射というものがありました発発歌よですねはいあのですからねこのミサイル発射の目的狙いっていうのが、うんえー、一体どこにあるのかっていうところなんですけれども、はいえー、かつてね金正日政権の時にはあの やはり最優先、ね、課題というとです、ね、はい、体制保障にあったんですよ、要するに勤務体制の保障をです、ね、アメリカ側に求めると、当時はです、ね、最終的には六か国協議という形になったんだけども、はい、北朝鮮サイドは、ねうん、二国間協議というのを求めていて、なかなかアメリカに応じなかったということで、うん、揺さぶりをかけるためにミサイル発射という,、ね、うところに打って、あるいは核開発であるとかというところに打って出たわけなんですけれども、はい、ただ、ここにきてやっぱり大きく 局面が変わってですねやはりそれが2つあって1つはですねロシア軍によるウクライナ侵略という動きがあった、はい、でこれは極東にも大きく影響を与えているそしてですねいよいよこの i p f を巡ってもそうなんですけれども<ー>米中対立というのはですねあらわになってきましたよね、はい、それまでは建前上はですねある種のこ融和と言ったりですかね、えー、歩み寄りみたいな形を踊ってたんだけども、はい、もうあの局面からですね完全に米中対立というような局面になってきた、うん、でそうそう やっぱり北朝鮮としてはね、えー、自分たちが高く売れるんではないかとお<ー>、ねまあ。このミサイル発射という点で言えば、アメリカに対する牽制にもなるし、うん、あるいはロシアに対する側面援助ということになるということを含めて考えるとね、これ、まあ、体制保障は別にアメリカに求めずとも、ロシアあるいは、えー、中国に体制保障をしてもらって守ってもらおう、えー、というところもあるしで、これをやることによってですね、場合によっては経済支援、経済援助、まあ、これだけ国連の制裁決議を受けてる 中でですね、経済的には相当厳しい状況になっているというところで、本格的な中国からのですね、経済支援、ロシアからのエネルギー支援というのはね、うん、期待できる局面になってきたというね、要するに自分たちが非常に高く売れる、ねえー、局面になってきたんだろうと思いますけどね。はあ、これしかし国内これだけコロナがって言われている中で、よく打つなと思うんですけれども、ね、それは関係ないですか。えー、まあ、あのー、タイミングというかね、売り時としてはまさにベストタイミングなのかなって私は思いますけどね。 うん、ですから、まあ、あの、これは別に今のコロナの感染拡大という局面じゃなくて、過去もですね、じゃ国民がいくら飢餓で飢えていても、経済的に非常にこう厳しい状況になっていてもですね、やはりこの軍備という点ではね、えー、まあ手厚くやってきた、うん、あるいは、えー、そこはですね、正義としてはお金をかけてきたっていう局面もありますからね。確かに、90年代300万人国民が亡くなったというふうにされている飢餓の中であっても、戦、うん、軍主義を貫いた国ですもんね。そそうですねだからそれを貫 ことにって今まさにですね。そのことによってその経済的なバックアップは期待できるという状況になってきたのかなと思いますね。えー、まずは北朝鮮情勢についてでありました。今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ますあなたと一緒にニュースを考える飯田康次の OK 康次アップ七時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝ジャーナリスト須田新一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。 では、為替の値動きをお伝えしておきます。円相場、現在1ドル130円80銭付近での取引となっております。えー、では、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣、NATO 首脳会議への出席を検討。岸田総理大臣は今月下旬にスペインで開催される NATO 首脳会議に出席する方向で検討に入りました。 実現すれば日本の総理大臣としては初めてのことであります。会議ではロシアのウクライナ侵略をめぐる制裁や支援の連携を確認、インド太平洋地域への関与の強化も呼びかけるとみられております。えー、複数の政府関係者の話として土曜日4日に伝えられたニュースということでありますが、 まあ、G7 に出る、そこでヨーロッパ行くしねというような、ね、こともあるようですが、はいまあ、そういった意味で言うとですねわざわざという感じもしないんで加えて、ですねやはり。まあ どうなんでしょうねあの、と、参議院選挙前っていうね。はい、えー、極めてですね、微妙な、あの、タイミングっていうところもあるんではないかなと。だから G7 に出て、え、なとこ首脳会議に出ればですね、まあ、この間と言ったらいいんですか,だか少なくとも26日から、うん、えー、日本時間31日までですね。うん、まさに月今月末は、えー、言ってみればですね、はい、あの、うん、岸田ウィークというか、岸田シーズンになるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。まあ、これね、えー、海外に出張に出 ということになると、ええ、まあ当然。その 様子というものも報道されるし、ええ、で、折に触れて記者会見であるとか、ええ、え記者懇談とかもありますもんね。で、加えて今は、ほら、はい、ロシア軍のね、ウクライナ侵略という状況を受けて、うん、まさに世界が注目、注視しているし、うん、で、その一挙手一投足、日本の動きというのがですね、やっぱり国内でも、まあ国際ニュースだけじゃなくて国内問題としてもね、大きく捉えられるんじゃないかなと思いますけどね。おおそうか、その辺考えると、なかなか、あのー、選挙期間 中でであるとということで、まあ、国内の政治の話というのが、うん、まあこれ、全く報じられないわけではないんですけれども、えー、お時間が若干短くなる嫌いがある中で、えー、それとは別の国際ニュースから、岸田さんの顔はどんどん出てくるみたいなことになると、えー、<laughs> 戦略としてはこれ、間違ってないわけですね、えー。加えてです、ね、えー、サプライズといったんですが、これはあくまでもですよ、まだ、えー、NATO 首脳会議に出席するかどうかも、えー、最終決定してませんけどね。えー、サプライズとしてて、えー、場合によっては まあ、バルセロナへ行ってですね、はいえー、その足で,、うんえー、でウクライナへというねお<ー>、えー、そういうですね噂もないわけじゃないんですよ。 なるほど。ええ、ゼレンスキー大統領と会いに行くと。ええ、ですから別に、こう、単独でということではなくて、はい。えー、まあ言ってみればね、NATO 関係国の首脳と共にという形を取るんでしょうけどね。うーん。ええ、なるほどね。そこにこう、一緒にっていう形であれば、ええ、連帯を示すという、こう、世界的なメッセージにもなるし。なるし、えー、日本国に対するね、はい、メッセージとしても極めて強烈なものになってくるんじゃないかなと思いますからね。うーん そうですよね。ウクライナに入った日本の政治家って、まあ、あの、ゴールデンウィーク中に、こう、無断で行ったじゃないかっていう人はいましたが、<え>いましたが、あの、閣僚レベルだと、林外務大臣が国境ギリギリまでは行きましたけれども、はいはい、そこまでですもんね,ね。まあ、しかもですよ、えー、外務大臣と違って、 で首相ですから、うそういった意味で言うとそのもたらすインパクトと言ったりですかね、はい、持つ意味合いと言ったりですかね、全く異なるものとなると思いますけどね。うん、いやそれがね当然ながらじゃあ選挙にどう影響するかっていうのも計算しながらやるわけですもんね。もちろんですね。えー、それとワンセットだと考えてもらっていいと思うんですけどね。 岸田総理の NATO 首脳会議への出席を検討、そしてひょっとすると、さらに足を伸ばしてウクライナまでというようなお話がありました、まあ、そうするとね、これ、あの後ほどまた取り上げますけれども、参院選の日程的に見ても、4月10日投開票がもう濃厚だというかとう話が出てますけれども、<え>じゃあもう。 あれですね選挙の直前の日曜日は、ひょっとしたら総理いないかもしれない,いうそうですねとは言っても、ですねやっぱりそういった意味で言うと、うん、あの海外でね、<laughs> はい、国際社会で活躍するというのは、格好の選挙対策と。 なるほど。選挙に対する PR っていうことになるんじゃないかなと思いますけどね。昔は外交は表にならないなんて言われてましたけど、そんなこともなさそうですね。まあ状況変わりましたね、そういった意味ではね。うん。これしかし、党内で例えば激戦区なんかでやってる人たちは、いや、総理来てほしいんだけどなとか、そういうのないんですかね。うん、まああるでしょうけども、どうなんでしょうね。メディアでね、まあ岸田総理一色っていう状況になればですね、その功績っていうのが、やっぱり自民党の公認候補っていうところとね、オーバーラップしてくるでしょうからね。 新庄、えー、アナウンサーは前回の衆院選の時にね、あの岸田総理の演説も見に行ったりなんかもしてましたけれども。あそうでしたねあの大今 のとところだったからなと思います<ー>最後の一番最後の演説ですね。あの、ノート出してね。ノート出してやってましたけど。<laughs> 本当に書いてんのかなってなんか思いますよね、<laughs> ノートの中にね。ノートな。実は白紙みたいな。あ,いな <laughs> あれでも、ね、なんかあの、やっぱ、総理の演説ね、あの、いろいろなことをこう盛り込むあまり、結構上調になるという話もいろんなところから聞きましたね、あの時もね。ああ、そうですね。やっぱりこう、総理が来たっていうので、まあ、その演説見ていると、たくさん人が最初、うわーって集まるんですけど、徐々にこう、ポロポロ,ポロ ポポロポロ,ポロってて人が離れていくような感じでしたね、うん、それを考えると、海外で注目された方がほぽどいいのかもしれないで、ね。でね、集まるんだけども、一回見たらもういいだろうみたいな、そんなような集まり方で、<laughs> あまり感性も、拍手も出ないですよね。だから、ね、動員かけてる人はもちろん出しますけどね、ーーだから、そんなにね、岸田総理って選挙映えする人じゃないんですよ。<ー>ね、なるるほど、まあ、そののの辺も含めるとこのニュースっていうのは非常に、ね こうね、いろんな意味を持ちますが、ただ、これ、あれですよね、6月の末、戦況がどうなってるかっていうのも一つポイントになってきますかね。そうですね。ただ、今の状況からすると、もう東部集中でしょしかも膠着しているという状況ですから、例えばこれ、キーウまで行ってもっていうね、状況だと思いますけどね。まあ、散発的にそのミサイルの打ち込みがあるっていうようなね、話もありますけど、まあ、ただ、要人がいるときに、じゃあ、果たしてやるかっていうのは。 当然ながら、ある程度の,その情報が入った中でいく、いけるとしたらという話です加えてです、ね、やっぱりロシアサイドも、どうなんでしょうね、穀、はい、物のね、ウクライナの穀物の金融をぐっては、突、はい、っ張らる、人の部屋に対して突っ張られるだけじゃなくて、いやいや、われわれが、ね、その妨害しているわけじゃなくて、西側の経済制裁がこれ、はいえね、食料価格の、えー、農産物価格のです、ね、上昇の原因なんだというね、えー、プーチン大統領がそれに対してです、ね、反論してみたりして、 はい、意外とですねこの西側というか、世界のですねロシアに対する批判に対して、内部、えー、に反応してきてるっていうところもありますよ、ね、あ、これ、その辺っというのは、何か糸口探ってるところがあるんですかねうんだからあの、ロシアとしても、えーあの、例のね、世界的な金融マーケットではあまり大きな影響はないけれども、ロシア国債のデフォルトであるとか、あるいはロシア国内のですね物価上昇であるとか、はい、そういったところを考えてみると、うんえー、確かにですね、えー、戦争面ではかなり優位に立ってる だけれども経済的には相当追い詰められた状況になってきてるのかなと思いますけどねあこれで膠着ってことになると、じゃあ、時がどっちに味方するのかっていうのは、ね、ロシア、果たして、まあ、ちょっと不利になるかもって思いま,すまあですから、経済制裁の解除っていうのを強く求め始め始てますよねあなるほど、そうすると、まあ、ウクライナからすると逆にこれだったら押していけるかもっていうふうに思いますよね。えーえー ただ最終的に出口戦略と言ったんですか着地をどういう形にするのかっていうところを考えてみるとね、ある意味でロシアから、 ある種のメッセージが出てきたのかなと私は見てますけどね。ああ。これトルコがね、仲介をしようとしているという話がかなり出てますけれども、えー、その辺を見て取ってっていうのはあるがですかまあ加えてばトルコとしては、はい、それこそ黒海沿岸国の二大大国ですから、うん、ロシアとトルコっていうのは。うそういった意味で言うと、トルコにとってもですね、はい、一言ではないという状況だと思いますけどね。自分たちの経済問題も。 関係,し関係していますからねうんそれぞれが思惑を含んでと、はい、まあそうすると、停、ま、戦、あ、あるいは、ねえー、終戦までというのは、ずいぶん時間がかかるかもしれないですけれども、<ー>ちょっとずつ見えてきてるって感じですかうんだからあの、そろそろ出口戦略の具体的なイメージっていうのをね、やっぱり模索すべきじゃないかなと思いますけどねそうすると、この東部2州をどう扱うかであるとか、はいはい、あるいは2月24日のラインまで戻る。 かうん、さらにその前の2014年のライン、まあ、これが国際法上は本当は正当ですもんね、えー、ただゼレンスキー大統領も2月24日ラインっていうのをうえ設定してますからね、えー、ただ、それについてはロシアが飲めない、だとするとどうするのかというところだと思いますけどね。えー、ニュース7時またぎ、岸田総理の NATO、ね、首脳会議の出席検と、ウクライナ情勢についてもお話しいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。 自由民主党茂木幹事長、参院選公示は6月22日と明言。自由民主党の茂木幹事長は4日、山梨県甲府市で開かれた党の会合に出席し、夏の参議院選挙について、間違いなく6月22日に公示になると明言しました。政府与党は通常国会を会期末の15日に閉じる方針で、投開票日は7月10日となる見通しです。 まあこれも元々ねこういう日程だろうとは言われてましたがまだ閣議決定はされていないのでみんな見込みとか書いていたんですけどもね、はいうん、まあこれしかないでしょうね加えてまあ、えー、今通常国会はですね参議院選挙を控えているだけに会期延長ないっていう状況から考えると、はい、まあスケジュールとしてはまあこれしかないということになるんだろうなと思いますね、うん、特にえ二十三日は沖縄県の慰霊の日を控えていますからね、はい、それとは重ならない重ならないようにということになると消去法でこ,こ っていうことになるんだろうと思いますけどねうん。まあ、二十三日、沖縄のね、あの組織的な戦闘が終了したという。う、ええ、詐欺の対戦での日でありますんで、まあ、ここはさすがに外さなきゃねと、はいうん。で、これ、あの、どういう論点でとか、情勢分析とかもいろいろこう出てきてますけれども。ええ、これ、今回ね、何が論点にって、なかなかこう浮かび上がってこない感じですか。そうですね。あの、争点がない。 っていうのが、うん、まあ今回の参議院選挙の、えー、最大の特徴になってくるのかなと思いますけどね。うん、だからね、あの、やはり、えー、どうなんでしょうね。先の補正予算によって、はい、え日への7000億円しか、えー、お金を出しませんよと。えーはい、やっぱり景気経済対策が非常にこう不十分。まあ野党が批判した。野党としてはね、私はその経済問題、うん、景気対策問題で、はい、えまあ争点を立ててくるのが一番王道なんではないかなと思ったんですが、えーえー、どうもそうなってないというかですね。あの非常 非常にこにセンスがないなという感じが、まあ、自民党にとってはプラスなんじゃないかなと思いますけどね。うんまあその辺ねあの野党各党、まあ、立憲民主党が公約を先週末に出してましたけれども、まあ、消費税を次元的に下げるんだとか、ガソリン減税などをするんだというところの対策はあるんですが、一方で、円安放置の金融政策の見直しって書いてあって、はい、<laughs> これってむしろ引き締めるのかというようなですね。というよりも、うん、あのこれ これはあの日銀の戦艦事項ですからね、はいえー、円安放置と言われても、政府に言われてもなっていうね。 まあもちろん政府日銀一体だけれども、えー、じゃあそれをじゃあ放置しませんっていうことになってしまうと、えーえー、じゃあ日銀の独立はどうなるのか、はい、この辺もね、もう少しよく考えて、えー、え公約とかね、政策を練るべきじゃないかなと私は思いますけどね。まあいろんな分析ありますけど、これ物価が上がってるじゃないかっていう中には、だいぶエネルギーの値段の上昇というものは大きくのしかかってるというふうに言われてますよね。そうですね。で、加えてね、あの、僕はね、はい あの、野党なんだから、うん、やはりこの、うん、まあ、公約を掲げるのはいいけれども、はい、もっとね、現実性を書いていくぐらいに跳ねた。 あの跳ねた方がいいと思うんですよ、うん、それ本当に実現できるのかぐらいの,、はい、あの大風呂敷をかげた方がやはり有権者の心をつかむつまり、うん、選挙に勝つための公約なんだからそういった意味で言うとです、ね、その執着といったら権力に対する、えー、執着心というのはい、自民党なんかと比べてみるとです、ねうん、極めて希薄だなという感じがしますよね。うんまあ、これ、ね、選挙前と こういうことがあるんで、自民党の中の、経済に対する議論っていうのも、まあ、結構、こう、活発ではありますけど、なかなか、こう、ガチンコでぶつかるみたいなものが、今まで見えてきませんでしたけどもね。まあ、それはね、どちらかというと、メディアの勉強不足、取材不足ですよ。<ー>えー、先週金曜日のですね、政調会では、はいえー、やはり、えー、来年度予算案をどうするのかと、えー、今、骨太の方針というですね、はい、予算案の一番最初にやらなきゃならない、え議論をスタートさせてるんですが、うん、やっぱり積極財政派と、財政再 政権派の,の間で、ガチンコの大バトルになりましてね、<ー>数十人から土星が上がると、<ー>えー、つまり、えー、財政慎重派の方はです、ね、はい、やはりあの財務省の意向に忖度してです、ね、うん、ものすごく緊縮財政。うん を方向へ持っててこうとしてるんですよでそれに対してとうとう、ですね、はいえー、積極財政派の本部を率いている西田、えー、政調会長代理事が激怒して、ですね、はい、こんなんだったら政調会なんか開いてる意味ないじゃねえかっていうんで,お<ー>で、大怒りをしたというね。なるほど、やっぱりこの補正予算も2兆円余りと、えー、こうあまりにも GDP ギャップからすると少なすぎるじゃないかっていうところから、えー、やっぱ不満はたまってきたところありますか、えー、でしきりにです、ね、財務省は来年度予算について、キャップ、上限をはめようと。 してるんですよこれ、すごいですよ、当初予算で、うんえ、非社会保障費、社会保障費、年金介護、医療を除いた部分に関しては、はい、あの年間ですね、300数十億円しかプラスにならないんですよ。えそ なんですかこのキャップはめられちゃうと。はあ、えー、それ、プラス1%ぐらが0.01001ぐらいの強いですね、えーえーで。そうすると、うんえー、防衛予算の GDP2% なんて、夢のまた夢。そうですよね。<で>これから5兆積み増そうとしてるわけですよね、えー。で、これをですね、私が勝手に推測して言ってるわけじゃなくて、はい、そういった質問が政調会出たんですよ、金曜日に。なるほど。で、それに対して内閣府から代表して出た、はいえー、委員はですね、えーえー、認めちゃったという。えー うん。これで紛糾するんですよ。なるほど。ええ、そうなんですね。このあたりもメディアはきちんと伝えようとしないし、ね。で、そう考えていくと、だから西田政調会長であれこう言ったんですよ。私は政局にしたくないから、党内政局って意味ですよね。はい。政局にしたくないから、情報に次ぐ情報を重ねてきた。うん。それに対する答えがこれか。 裏切られた、みたいなね。なるほど。ええ、これ、骨太の文言一つでも、まあ、骨太の方針が、その先の予算編成にこう影響し、はい、で、本予算が決まっていくから、ここの書きぶりでもだいぶ違うと。ええ、で、その書きぶりに関しても、それこそ、積極財政派の安倍さんと、えー、まあ、規律派と言われる、えー、麻生さんの間で、かなり詰めてやったってところだったみたいですけれども、ええ、火種はどんどんまだまだ残ってますそうなんですね。ちゃんとおしてこを作ったんだけども、それにあさって財務省が、

なるほど。だ骨太の文言としては、あの、経済あっての財政だというような書き方をして、ええ、その、ね、あの、プライマリーバランスの黒字化に関しても、まあ、あの、25年という年限にこだわらないというような、結構こう、あ、財政規律よりも積極財政かと思いきや、その部分は落ちたんです。2025年、えーえー、プライマリーバランス黒字化は文言、落ちた。 落ちたから安心したら、他のところでごまかしの文言が入ってきて、それをよく分析してみたら、過去と同様に3年間で1000億円というね、キャップをはめるんだと。これは本当かと聞いたところですね、内閣府サイドを認めちゃったっていうね。おなるほど。これまた、その内閣府の中の個人用を見ても、ええ、 決して財政規律派一辺倒ってわけじゃないわけですからね。一緒じゃないですからね。ら中には、本当は財政出動をやりたいし、やるべきだと思ってるけど、立場上言えないっていう人もいるわけですよね。はい その辺の思惑が働いたらでしょうし、それがですね先週の金曜日に決着がつかずに、今日持ち越しになったんですよ今日もう一回、政調会開かれますからね、その中で午後からですけれども、そこでどういう議論になるのかね、そのあたりはしっかり見ていかないと、ですねやっぱり来年度の予算、あるいは来年度の景気経済っていうところに、大きな加工を残すことになると思いますねこれ、防衛費一つ取ったって、それこそバイデン大統領との間で日米首脳会談おやり、そこで 出た話ですよね,そうですねこれ、やらないとさすがにまずいですよね、うん、だから、ある意味で国際公約ですから、だからそれが政治の意思なんですよ、うんうん、でそれをです、ね、政治責任を負わないというかです、ね、なんだそういう責任を負わないです、ねえー、財務官僚が、えー、勝手に書き換えていいのかっていうね、うんうん、役人ののりを超えてるじゃないかと思いますけどね。うんうん、あるいはあれですかその防衛費を増やす えー、そっちはやるけれども、その代わりにここを減らすとか、ここを増税するとか、そういうところでこう、担保しようとしていますかかね。私が心配してる、そこなんです。飯田さん言われた、えーえー、増税っていうところもね。うん、つまり増税した分は、プラスアルファを認めるとかになると、うん、じゃあそれはね、逆に国民の生活経済にとってどんなのかっていうところになってくと思いますけどね、うん。考えてみれば、あの、うん、国際公約で、そういえば、増税って、消費増税も、あれ、す 当時の菅政権が APEC かなんかで言い出した国際公約だって話から始まってましたよね。はいえー、そういえば、これなんかどんどん巧妙になってる気がするんですけど。いやー、だからね、もうね、えー、岸田総理はですね、あんまりその意識ないもんですから、はいえー、主計局長の説明に首、ね、縦に振っちゃったらしいんですよ。ほ<ー>それを縦にですね、いろんなとこ持ち込んでるっていうことみたいですけどね、はい、財務省は。財務省とし,としては、総理のご意向ですからと。ねえー。う いやーこれ、え、でも、これに対して、こう、総理、表に対してなんかこう、説明するとかってないんですかね。ないんですね。ただこれもですね、はい、先週の経済財政諮問会議での総理の発言出てくるんですよ。だからなぜそのあたりをね、そうなんですきちんとメディアを報道しないのかっていう問題があるんですよ。はあ。あ、総理の発言に出てきてる、ね、出てきてるんです。 うん。ええ、しかも、まあ、ね、そのうち議ロが出るでしょうし、議事要士はもうね、ある程度出てるして。はい いやいやいや、でもこれ、本当なんかこの先に5年10年を決めるような話は今されてるわけでしょう、ね。そうなんですね。だから、このまま進んだらですね、はい、それこそ自民党内から内閣不信任案出してもいいんじゃないかって、まあ出ませんけどね、そんなことは100%は。お<ー>私そう思いますよ、本当に。いや、でも、過去を紐解けば、宏池会政権でね、ね不信任案に非主流派が乗って、乗 <laughs> ったっていうて。ありましたもんね。はい えこの時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、おはようニュースネットワークでした。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。天安門事件。 6月4日、中国の民主化を求める学生らが武力で鎮圧された天安門事件から33年となりました。中国共産党は現在も当時の対応を正しかったとする立場を変えておらず、事件の責任を問う声は今も封じ込められている状況です。香港では毎年市民団体が集会を開き、犠牲者の追悼と真相究明を求めてきましたが、今年は集会が開催できませんでした。台湾で行ったと。 いうことは報じられれておりますけども中国国内でも、やはり今、北京市、あるいはもちろん上海市を含めて、都市封鎖ってのが行われていて、学生が学園内に閉じ込められているという状況になっている、それがものすごい不満の声を上げて、デモ抗議活動になった、これがやっぱり6.4の直前に行われたということで、相当警戒感が高まってきたわけですから、ちょっとね、今回、 の天安門事件の節目というのはです、ね、はい、不穏な空気に満ちていたんじゃないかな、中国国内もね、う思ん、まあ、本当、香港もこんな状況になってしまってと、はい、強権的なこの政治って、前からそうでしたけれども、はい、もどんどんと加速する一方という感じですか、ね、そうですね、だから強権という意味では、ね、天安門事件というのはその象徴ではあるんだけれども、はい、まさに今、同じような、ねうん、え状況が中国で起こっているじゃないかという問題意識、ですから、普通だったらね、 この辺りは、学生の運動に対してです、ね、この辺りは、はい、えかなり強権というか封じ込めでいくんだけれども、さすがに譲歩したえ、中国共産党サイトのステても譲歩して、要するに規制、うん、といったりですか、ねえ、実家へ戻ることも許したというところで、なるほど要するにガス抜きを図らなかったら、えー、今、相当緊張した状況にあるんだということを考えないといけないと思いますねあ上海もまあ一応6月1日でロックダウンをまあ解除したと、うん、解除したあと、いきなりまた地域的にはロックダウンになったところも出 出たりしてる量ですけれども あのね、ロックダウン中はそれこそ暴動に近いものが起こったというようなことが動画で上がったりとか、<え>結構不満は高まってますね。えー、ですから、その、えー、人権抑圧という点では、えー、33年前に起こっていることと、今まさに起こっていることっていうのが、まあ、オーバーラップしてくるというかです、ね、うまあ連想に伝わってくるという状況になるんだろうと思いますけどね。あの時もまも、雇用法だとか、まあ、学生に対して一定の理解をしている政治家もいたわけですが。えー まあ、今回に関してっていうのはこう、そういうプレイヤーがなかなか出てこずに、習近平一強みたいなところが続いてますよ、ね、だからその一強の弊害とも言えるんだろうと思いますけどね、うん、で一強であり、はいで、なおかつ当時よりもですねはるかに強圧的というか、ですね高圧的な、えー、対応に終始してますよね、うん、でこれがですねこのままいくと、やっぱり、えー、どうなんでしょう、風船がパンパンに膨らむように、ですねどっかで破裂するような状況が起こりかねないということだと思いますけどね。うん、そのの不満の方向さ ガス抜きをじゃあ、うちではなく、外に求めるということになるとおっしゃる通りですね、うん、だからそういった点でいうと、えー、対外的にはです、ね、強硬路線というところにつながっていく、ただ、どうなんでしょうね、確かに今年は非常に中国にとってね、うん、共産党大会を控えているだけに重要な年なんですが、うんえー、極めて、えー、ね、それを乗り越えられるかどうかととといいう微妙なところだと思いますって、ねうんうん、えー、今日のキーワード、天安門事件でありました。 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ、5月の雇用統計、就業者数が39万人増加。 アメリカ労働省は3日5月の雇用統計を発表しました。景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前の月と比べて39万人の増加。失業率は前の月と同じ3.6%となっております。 これ市場の予想を上回ったそうですね,そうですねで大前提としてね、はい、やっぱりあのこのアメリカの雇用統計というのはですね、うん、あの景気のです、ねえー、温度感をです、ね、測る上で、はいまあ、ベストの統計とも言われていて、うん、この雇用統計がやっぱり、ね、株価に大きな影響を与えるんですよ。はい、だからそういった意味で言うと、あのやっぱりこのあたりを、ね、かなり、えー、気にしつつというかです、ね、横目でになみつつ FRB も、えー、利上げに踏み切ってるんだろうなと思いますけどね、そういった意味で言うとです、ね、<laughs> 非常に微妙なバランス そう保った中の、えー、このタイミングといいですね、利,利上げ幅といいですね、FRB、はい、えー、FR うまいなと私は思いますけどね。先月の FOMC 意思決定の会議の中で0.5%の利上げ、はい、まあそれを決めただけじゃなくて、6、7月も連続してやる。 じゃないかってことが議事要旨として出てきましたよね。はい。このあたりも絶妙なところがあ。そうですね。ですからきちんとね、えー、マーケット市場との対話っていうのをやりつつですね、えー、その利上げに、だサプライズ的なものはやらないと。やはり、あの、きちんとですね、えー、マーケットとですね、向き合って、えー、その利上げを決めていく。 だから、はい、その景気をあまり冷やしすぎることなく、インフレを抑えていくっていう点では、あの教科書通りの、はい、中央銀行としては教科書通りの展開だろうなと思います、ねまあ、FRB は2つの施策目標をね、えー、追わされているというふうに言われていて、1>, うん、1つが雇用でもう1つがあインフレ率と、はい、物価と、ええで、雇用がこれだけ強いってことは、利上げしても大丈夫だっていうような、これ、メッセージというか。 そうですね。すはい、はい、はい。あの、ですから、利上げしてもですね、うんえー、さほど景気を冷やすことはなく、えー、成長は持続していけるというね。まあ、あの、という結果だと思いますけどね。うん,うん。まあ、これね、あの、引き締めすぎると景気を殺しちゃう。 というところがありますもんね、えー、ですから、FRB の、ね、アナウンスメントがあまりにも強すぎると、えー、やっぱりこの産業界、えーえー、についてもです、ねえー、雇用を絞ろうとか、あるいは、えー、生産をです、ねえー、少し、ねえー、抑えておこうとかっていう動きになる、そうすると、途端にです、ね、この雇用もです、ね、減っていくっていうところになりますから、うん、そうじゃないよというところをです、ね、出したんだろうと思いますねで他方その、物価の方インフレ率の方ですけれども、うん、その油 賛入の先物がまた値段が上がったりとかもしてますよね,ねこの辺の先行きどう見ますかそうですねただこの辺はですね非常にこう政治的なというか政策的な要因が強くてですねやはりあのサウジ含めてね参入国がどれだけ増産に応じてくれるのかやはりあのアメリカがですねやはりバイデン大統領直々にサウジにそう要請したんだけれどもやっぱりお付き合い程度の増産でしかなかったために、はい、先物がですねこれだけ上昇したんだろうと思うだから、うんえー、サウジとしてはあれですよね あの同じエネルギー産出国として、えー、ロシアのところも配慮しなければならないし、マーケット価格の維持という点ではね、そういった点でいうと、非常にこう難しい立場になってる、だからといって、アメリカの意向を無視するわけにいかないということもあってです、ね、非常に難しい立場になってるんだろうなと思いますね、はい、あ先週末、OPEC プラスで増産決めたっていうニュースが入りましたけど、えー、結局それを反映せずに、 原油価格が上がったっていうのは、まあ、このぐらいだったら、大したことないなってことになったわけですか、ねうん、ええ。繰り返しになりますけども、あの、うんえー、増産の枠っていうのはですね、あまりにもちょっとお付き合い程度というね。ですから時給を緩めるような、えー、ぐらいのインパクトは全くないというふうに受け止めなんだろうと思いますけどね。うん、これ、そこに対して、まあ、ガソリン価格って本当、選挙にも相当影響するっていうふうにアメリカ言われますよね。今年中間選挙ありますが。 どうですか、うん、あのですから、そういった点でいうと、バイデン大統領としては、その原油価格というよりもですね、えー、そのガソリン価格をどう抑えていくのかというところが、えー、一つ大きなですね、この中間選挙に向けての、それだけでは全部収まるわけではないけれども、やっぱりこれ、庶民感覚としてはですね、やっぱり、えー、そこって敏感に反応、車違いですからね、アメリカっての反応しますから、それをどう抑えていくのかっていうところに、ちょっと、えー、中間選挙の結果が私はかかってるんじゃないか かなと思いますねあアメリカ、あれだけシェールオイルとか持ってるんだったら、もうちょっと増産すればいいのにと思うんですけど、これはなかなかうまくいかないわけですか。だから、すぐさま増産っていうことにもなれないんですよ。うん、だから、えー、増産体制に入って、ね、オイルっていうのはですね、一旦出てきちゃうとですね、えー、それを調整するってわけにいかない。一旦掘ったら出し続けなきゃいけない。うん、これは、えぇ、ーね、産油国、サウジアラビアなんかも同じ状況だから、はい、要するに将来的な時給を見,見通せないと、おい、それとですね、増産体制入れないと。 いうことなん、ですねうん、まあ、そうすると、まあ、目先はそうやって他のところに頼むとかなんとかとかやりながら、はい、やっていくしかないと、こ、うん、れ、でも、このアメリカはもう政権が中間選挙で負けるってことになると、これ、海外的に対しての発信力だとかっていうのも、これ、またちょっと変わってきちゃいますよね、まあ、ですから、そういった意味でいうと、中間選挙の結果したいというの中間選挙終わったら、ですねバイデン政権、レムダック状態に陥っていくではないかな。 大統領に適用されれるんですけれども、はい、バイデン大統領の場合はですね次の大統領選挙で出ない可能性は極めて高いと目されてますからねですから中間選挙後にですね一気に求心力を失いかねない状況だから次の2年というのがです、ね、アメリカの政治にとってみるっていうと非常にですね微妙なタイミングになってくるのかなとですからどちらかというと内向き内向きにこれからアメリカがなっていく可能性は極めて高いんじゃないかなと思いますね。いやーそれをこのインド大 平洋にいる我々としてどう見るかですよね、一方で中国はこの党大会があって、うん、ひょっとすると党主席にもはい、はい、という習近平体制がまた強化されるっていうね中で、アメリカがそうなっていくとなると、ええ、ただ、対中政策に関して言うと、うんうん、私はさほど心配してないんですよ、うんえー、ここ最近のというか、ここ何年かのですね対中政策っていうと、どちらかというと議会主導で進んできた。 えー、経緯があって、はい、えー、アメリカの議会はですね、えー、共和党民主党両方とも対中強硬派で、えー、まあ、結束してますからね。うんまあ、そういった意味で言うとですね、えー、政権がリードするというよりも議会が牽引していく形になるんだろうと思いますね。うえー、雇用統計の話から、まあ、アメリカの政治の見通しというところまでお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。